佐渡金山ですね世界遺産推薦見送りということなんですけどもこれだって急に出てきてねいきなり「なし」とかいう。 ポットで出てきた話じゃなくて、佐渡金山の世界遺産登録への取り組みはもう20年やってるわけですからね。それで積み上げて積み上げて積み上げて、安倍内閣で方針が決まって、さあ出すぞという時に岸田さんがどこの言うことを聞いたのか。<laughs> 今回は韓国政府が言うことを聞いてしまったわけですよ。すごいですね。この聞く力っていうのは。<laughs> いい方向に行けばいいですけども、聞いちゃいけない人の話を聞いちゃうとですね、とんでもないことになりますからね。 せっかくこの安倍さんそれから菅さんが長期間かけて築き上げてきた韓国の言われなき要求に屈しないというねそういう流れをここでもしかして終止符打っちゃうんじゃないかというね。 まあこれまでね韓国が無理難題ふっかけてきて「謝れだ」の「金出せだの」身の身に覚えがないことでも「謝ったら終わるから」って言って「そうですかじゃあごめんなさい」って言ったら「今謝ったよねじゃあ金出せ」みたいなもうどんどんどつぼにはまるわけですよ。なんですかねこの韓国政府の必要なまでのこの宣伝工作ね正しいこと言うんだったらまだしも嘘八百800並べて宣伝工作をするわけですね。普通だったらそそれれに対してそれは正しして正正いいののくないのやるんですけどもまあ日本政府は ずっとそれに対して相手にしなくていいって黙ってたらですね世界では韓国政府が言うことが本当なんだってことになっちゃったわけですねそれを安倍政権になってね少しでも反論しなくてばということでちょっと変わりましたけども、それでまた岸田政権に戻って元の木網ということですよねただね今日の有本さん情報ですけども官邸もだいぶ批判を浴びてちょっとまずいんじゃないかっていう空気にちょっとなってるって言うんですよね えー、高市さんもね予算委員会で質問しましたけれども、それで高市さんの言うことに聞く力を発揮してですね、よしじゃあこれはもう推薦しようっていうふうに、えー、してくれれ <laughs> くれればねいいんですけどもね、まあ、危なっかしいですよね。こんなこと言い始めたらどうなるか、予測がついたと思うんですよ。一応ね自民党って保守政党じゃないですか。たくさんの保守の人が岸田さんでもじゃないかと応援しようかって言ってる人いるわけですから、もしこんなんで韓国政府のイチャモンに 屈してあるべき推薦をしなかったということになるとこれはもう何とかつなぎ止めている保守層が完全に違反しますからねこれもう佐渡の人からしたらいよいよ20年かけて積み上げてさあっていう時に首相がはしご外しちゃうわけですからね。 いやだからね、推薦を見送りする理由は何ですかって言うんですよ、首相が拒否権を発動するわけですからね、何の理由で推薦を見送るんですかとで、その理由を言ってほしいわけですよで。一応、韓国の言うことを聞いたわけではないというんですじゃあ、何なんですかと、推薦しない理由があるんだったら言ってほしいですよ。 それがね、ちゃんと多くの国民がなるほどねだからかって納得する理由があるんだったらいいですけど理由なんか一言もない江戸時代の話で申請してるんですからねそもそもですね韓国も存在する前ですからねそもそも佐渡金山と朝鮮のつながりなんて江戸時代においてはないんだからないものを何を何言っっててるんだって言うんだですよね岸田さん聞く力があるっていうんだったらね2月1日ですか間もなく決定ですからその時までにどうするのか。 もしね、推薦見送るって言うんだったら、みんなが納得する理由を言いなさいよ。というふうに思います。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして、誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田つにやすチャンネルでは、毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。